歴代スマブラの参戦ファイター解説をしたと思います。で登場するキャラクターを一人ピックアップして、そのキャラクターの小ネタや元ネタを紹介します。原作や元ネタを知っていると、スマブラがもっと面白くなるかも？それでは、行ってみよう。今回のキャラクターは？図に乗るなよ。ウルフ。ウルフは、大乱闘スマッシュブラザーズ X。ファイターとして登場。したキャラクターである。アソラの使者では、本編に関わらなかったキャラクターである。そんなウルフについて解説をします。ウルフの初登場は、1997年4月27日に発売された、スターフォックス64である。ファイター番号44、ウルフ、スターウルフチームのリーダーでフォックスのライバル。見た目通り悪党のボスの狼。男気あふれる生き様や実力や親分気質も相まって、彼の部下になりに来る者も少なくない。もともとアンドルフ軍に所属していたが壊滅し、ならず者集団となる。その際に危ない仲間を追放するなどやることはやっている。仲間になるが裏切ったり、したりライバルだけあってやることが大きい。ここからはウルフの技の元ネタを解説をします。ウルフのスプでの最後の切り札は、チームスターウルフ。スペシャルではアーウィン、またはウルフェンを借り、相手を宇宙空間で総攻撃して、撃墜してくるものに。アーウィン、ウルフェンともに、超高性能全領域戦闘機、の肩書きを持ち、ライラット系最強の戦闘機と言われている。細い翼は不安定で脆いように思えるが、キツネ1機程度なら問題なく乗せられる。最近変形もできるようになった主力戦闘機。最後の切り札をフォックス。ファルコに対して発動した場合のセリフ図に乗るなよ、スターフォックスびっくり。スターフォックス64のベノムで登場時のセリフである。図に乗るなよ、スターフォックス。ウルフの勝ち上がり乱闘について解説。ウルフの場合は、スマブラ DX スマブラ X からの復活ファイターが対戦相手として登場というものである。ステージも ROUND4 のポケモンスタジアムに以外は復活ステージ。ボスのガレオムもスマブラ X 以来の再登場である。